おはようございます。はじめまして、牧彦なんですけど、まあタイトルにあるようにベガルタ仙台所属だった道淵選手が、まあ女性タレントに DV を知った問題について今日はちょっと喋らせていただこうかなと思っています。まあこの件はいろんな報道がありますよね。何があるかというと、もちろん道淵選手のその DV 問題について、そしてベガルタ仙台が道淵選手をかばっていたんじゃないかっていう点、そして女性タレントの所属していた事務所も女性タレントに了承を得ず勝手に示談で済ませていたんじゃないかという点だったりっていうところがいろいろあるんですけど、まあそれに踏まえて僕の意見を、一 YouTuber、 サッカー系 YouTuber としての意見をちょっと喋らせていただこうかなと思っています。まず断言できるのは DV は良くないよというところですよね。皆さん分かっていると思います。皆さんこれを見てる人は自分がやっていないから大丈夫だと、自分はそもそも彼女なんかいないよと、女性なんかがそもそも近くにいないよっていう脳になってる選手もいると思います。でも違うと、その状況に陥るとそうなってしまう予備軍のような人がもしかしたら僕のチャンネルを見てる人はいらっしゃるかもしれないんです。だからそれを皆さんに伝えたくて、まず DV というのは良くないよと、まあ女性に対して自分の方が男性の方が力が強いからといって力でねじ伏せようとして言うことを聞かそうとしてると非常に良くない。自分が暴力振るってしまった時、勝ってなって振るってしまったと、冷静になった時に俺女性に手を挙げたねと、 DV 気質あるよねってなったら自分でも病気だと、俺は病気だと、そういう大きいことを起こす前に病院に行くべきだと思うんですよね。周りの人に相談するべきだと思うんですよ。俺僕と暴力振るってしまったと、やばいよねと。その今僕病気という表現しましたけど、全員何かしらの病気を持ってるものだと思うんですよね。僕もいろんな病気持ってるし、本田選手も成長依存症という病気を持ってると思うんですよね。何かしらの皆さん特徴があるから人間っていうのは面白いっていうところがあるんで、まあ少し話は逸れてしまいましたけど、 DV 良くないっていう点と、道淵選手に関しては前に所属していた甲府にいる時もこういった件を起こしてしまってたっていう記事があったんですよね。そこでの2回目っていうのはちょっとやばいですよね。1回起こすのは人間なので過ちが仕方ないと、そこで猛反省して人生をしっかりとしたものに歩み直す人もいっぱいいると思うんですよね。そして所属していた仙台がその事実を隠して隠蔽して、道淵選手にはもう年内公式戦出場禁止みたいな罰を与えたという報道があったにもかかわらず、まあそこが事実がまだわからないですけど、試合に普通に出していたとっていうところと、道淵選手の一件があった何週間後かにチームはコロナの影響でお金がなくなっているのでクラウドファンディングを やっていたんですよね。実際に何千万集まってます。その一件があったっていうことを隠してクラウドファンディングをするために隠していたんじゃないかっていう見方もされてると思うんですよ。そしてそこにお金を支払ったファンになったサポーターの期待も裏切ったというところで、サポーターからしてもどうしてくれんねんっていう思いがあるっていうのもある。まあいろんな見方ができるんですけど、僕が言いたいのは、まあみんないろんな文面を、このネット社会なんで SNS でいろんな文面をチェックします。まあ僕もチェックして今喋ってます。どの情報が正しいか当事者にしかわからないこともいっぱいある。勝手に記者が盛ることもある、持って書くこともある、タイトルも持って書くこともある。その中でどの文章が正しいか自分で判断しないと、そしてどう正しいかを判断できるのは自分がいろんな知識をつけていかないといけない。だから学ぶことっていうのは大切なんですよ。判断力を陥ってしまうと、あ、この情報正しいの、あ、この情報が全てですよって全て投げてしまうんですよ。いろんな情報を見ないと、いろんな、そして自分にインプットして考えてアウトプットしないといけない。そこが乏しい人が多くて、道淵選手の結局まだ誹謗中傷してしまってる人を多く見てます。それだといろんな人が、これまで著名人が誹謗中傷で自殺に陥ってしまって亡くなってる方いるのに、もう一回同じことを繰り返してしまってるんですよ。その亡くなった時だけ、いや俺、私と、いや気をつけなあかんな、みんな気をつけようぜって言っときながら、結局自分がそっち側になってしまってるわけですよ。いや、意見するのは大事だけど、誹謗中傷は違うんですよ。そこのラインをしっかり見ないといけない。相当上手い選手なんですよね、道淵選手っていうのは。日本代表にも選ばれるんじゃないかと言われていた選手なので、僕としては本当に反省して、まあ解雇になってしまったんで、これからもう上手いサッカーの技術を生かして日本サッカー界に生かし直してほしいなというふうには思ってるんですけど、まあそこをどう思うのか、まあ僕の個人の意見なんで、皆さんがどう思うのか皆さんの人生のフィロソフィーによるんですけど、まあ仙台も今回全然勝ててない中でこういった件もあってサポーターが離れがちですけど、まあしっかりとした誠意を見せれば地域に熱いサポーターの方々なんで大切にしてほしいなっていうふうに思いますし、何かあればね、僕たちなんかもコラボするんで連絡待ってます。もしもサッカーがなかったら
僕の人生どうなっていたんだろう。知らなかったのかな。ゴールを決めた時のあの何者にも変えられない喜びを、暗くなるまでボールを蹴ったあの時間も、すぐ広がりすぎる鳥かごも、しゃがむ順番で鬼が決まる謎のルールも、負けた時に溢れ出てくる涙も、努力が報われない苦しさも、きっとサッカーで仲良くなったあいつらとも友達になれていなかったと思う。スタジアムでのワクワクも、テレビで見るドキドキも、プロを見た時の興奮も知らない、そんな退屈な人生だったんだろうな。ああ、僕らの人生にサッカーがあってよかった。サッカーができない時間を気づかせてくれたのは、サッカーのある喜びでした。どうかこれからも、当たり前にサッカーができる毎日が続いていきますように。